皆さんこんにちは、いつもありがとう。ババの時間がやってきたよ。最近のババはとても元気なんだ。みんなは元気してた？おう、そうかいそうかい、元気なら嬉しいよ。ババはあれも食べたいこれも食べたいで、ちょっと太りすぎちゃったよ。これじゃあかわいいハニーに怒られちゃうよ。ババの話はここまでにしよう。今日も日本で話題のトピックをババが紹介するよ。今日紹介するのはブレイキングダウンさ。みんなもブレイキングダウンは知ってるだろう。なんだって、君はまだブレイキングダウンを知らないのかい？時代遅れだが、町の若いギャングにデルーだと思われて喉にナマズを詰められちゃうぜ。ブレイキングダウンは日本で最も有名な文化です。ブレイキングダウンは日本の50代を中心に絶大な支持を得ています。ブレイキングダウンは10人で行うんだ。10人は必ず大豆を持って参加。大豆を忘れた人間はデルーです。すごいデルーだ。10人の大豆選手の中には1人だけジョーカーがいます。ジョーカーのことをコメオと呼びます。自分がコメオだとバレないように顔に文字を書いてきたマイケル重明さんもコメオとバレてしまいました。参加者は一斉にコメオだと思った人を指さしてバンと叫びます。ブレイキングダウン第5回大会ではウリタさんが中村さんのことを指さしバンと激しく罵りました。バンを宣告された中村さん、その後3回のバンを宣告され、中村さんはバンバン中村バンになってしまいます。1回のバンでバン中村、4回のバンでバンバンバン中村バンになります。大豆アレルギーの朝倉さんはいつも自信がないのでサングラスをかけて透かしています。そこ試合決定でという独り言をよく言っています。自分がコメオだとバレずに最後まで生き残るとコメオは全員の大豆をもらえます。プレイヤー全員にバンを申告されるとバン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 中村バンではなく10人2期という称号を手にします。市民側は毎朝の会議で誰がコメオかを会議します。コメオは自分がコメオだとバレないように市民をバンしていきます。朝倉は10人にバンされて10人2期によくなりますが、彼は占い師なので市民です。占い師なのでサングラスをかけています。これが日本で最も有名な文化ブレイキングダウンだ。我々の国で流行るのも時間の問題だ。今日も見てくれてありがとう。ババでした。